英雄たちは本来の時へと帰還した。過去の戦界では賜物前を退けオロチを幽閉することができたが、この世界では賜物前による混乱が今なお続いていた。しかし今英雄たちの手には完全な神鏡がある。新たな神鏡を与えてくれた天帝に報いるためにも必ずや賜物前を封印しなければならない。再び賜物前の探索に乗り出す英雄たち。ほどなく賜物前を発見したとの知らせを受け、本多忠勝たちは神鏡を手に炎上へと急行した。どうすれば賜物前を封印できるのです。神鏡を賜物前にかざし気を込めよと。復帰殿によればそれで封印がなる。万が一にも神鏡を壊されてはなりません。封印する前に賜物前の力を削ぎましょう。確かに気を込める隙を狙われてはかなわん。彼女と接触したらまずは戦わねばな。承知。いざ賜物前のもとへ行かん。鬼柴田が軍の魂見せつけてくれん。まずは炎上へ向かいましょう。気に足りない。城の無事を確認しなければ。よし今だ。奴らを取り囲め。何復兵だと。賜物前の手下め。そったってそうはいくか。私の話を聞くのだ。なるほど、私たちは賜物前の仲間だと思われています。私の知略に勝てるとお思いか。知ってあげる。勝ることがそのまま負けではない。そこでも誰かが戦っているのか。もし私たちと同じようであれば助ければ。お見事なご活躍です。君たちは敵じゃないみたいだ。勝負だ。覚悟しろ。置いておけ。次は容赦しねえぞ。見事なるご活躍。悔しいが引かねば。これで炎上へ進軍できますね。早く誤解を解きに行きましょう。あの城偽物に騙されてるのか。じゃあ僕に行って偽物を壊してくるよ。ラタ殿、お一人で向かわれては危険です。今だ。背後から敵を突き一気に崩せ。また復元とは。これは過去
込まれてしまったか。これが実力者の輝きなのですね。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。切ってあげる。説得が無理ならば策で打って出ます。忠勝さん、優先して敵を引きつけてください。心得た。なかなかだな。お見事なご活躍です。見事なるご活躍。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。これと勝負だ。覚悟しろ。こんなの勝てっこねえ。真の武人というものか。無事に届いたようですよ。あとは神宮殿の真理を信じるのみです。お前こそ真の三国武将よ。これが実力者の輝きなのですね。それでもあなたに近づきたいものです。ヨフ殿、外に
ナタがいるようだ。出陣しないのか。構わん。ザコになど興味ないよ。それは今こそ。さっきの戦ではナタに固執していたではないか。うるさい奴じゃ。さて、わらわの正体に気づきおったな。本当に偽物とは、もっと早く気づいておれば。ここで陳宮殿を失うわけにはいきません。早く両夫殿の偽物を撃たなくては。なかなかだね。危ないところでした。援軍感謝いたします。なかなかに楽しめたわ。残る者らの悲鳴はわらわが引き出そうぞ。出ましたね、玉物前。あなたが現れるのを待っていましたよ。さあ、もう芝居はやめじゃ。人の子供を始末せよ。なんと、あなた殿も偽物だったのか。私が投げ払った。私が代わりに。私が投げ払った。罪、償ってもらいますよ。獣が人の世を乱すなど言語道断。この私が粛清してくれる。受けてみよう。やりよる。化粧を滅すべし。我が槍にて泣きをうがつ。よもやわらわが
今です。心境を。おう、小賢しい、鏡などに封じられるわらわではないぞ。この戦い、我が記憶に。玉物前の姿、あれは一体。尾が九つあるように見えたが。聞いたことがあります。あれはおそらく九尾の狐かと。長い時間を生き、妖力を身につけた妖子。人を騙すのに長けた魔性です。人をたばかる変化の術、それが九尾の狐の力か。はい、おそらくは。今までは本人も人に化けていたのでしょう。変化を解かれたせいか、すさまじい気を発しているな。この気を追えば行方も容易に分かろう。もはや我らから隠れることはできまい。ええ、あと一歩で捕らえられます。皆さん頑張りましょう。お兄さん、お見事。ああ。玉物前さんの正体ってキュービさんだったんだ。だったらいろいろ謎が解けるかも。キュービの狐について何かご存知なのですか。うん、まず尻尾だけど、一本ずつ別々の人に化けられるの。もちろん本人も化けられるよ。誰にでもそっくりにね。では今までの偽物は全て尻尾か玉物前の化けたものだったのですね。うん、それともう一つ、彼女には魔物を生み出す力があるの。ならば過去の戦界にはびこっていた魔物は。うん、キュービさんが生み出したんだと思う。あんまり放っておいたらここも魔物だらけになっちゃうかも。そうですか。では急ぎ玉物前を捕らえる必要がありますね。彼女の気配は同行のあたりにあります。我々も向かいましょう。